心霊スポットファイル921、清水公園。清水公園とは千葉県野田市にある心霊スポット。昔からなぜか自殺者が多い。公園の入り口付近にあるアスレチック内にある吊り橋で男性の幽霊が現れる。この男性は近くの木で首吊り自殺した男性らしい。またこの吊り橋では幼い女の子の幽霊も現れる。ここで昔親と幼い娘が焼身自殺してそれ以来この場所で霊の悪口を言うとたたりがあるらしい。心霊スポットファイル922、奥込トンネル。奥込トンネルとは千葉県君津市にある心霊スポット。三島湖の水難事故により亡くなった男性の霊が現れるという、現在も通行可能なトンネルだが中はジメジメとしていてカビ臭い。山崩れにより二つに分断されている。心霊スポットファイル923。コンコン神社。コンコン神社とは千葉県香取市にある心霊スポット。正式名称は下井大なり。もともと地元の人が初詣に行くなど賑わいのある神社だったようだ。2007年に近くの湖で殺人事件が起きてから廃れていった。また境内では多数の自殺者が出ている。さらに7つある鳥居をくぐると呪われるという噂もある。一時期鳥居に、悪ふざけで入らないでください、と紙が貼ってあったようだ。神社内に多くの狐の置物があることからコンコン神社と呼ばれている。狐の置物に触れると災いが起きるという噂もある。心霊スポットファイル924。因成神社。因成神社とは千葉県市原市にある心霊スポット。神木によく藁人形が打ち付けてあるという、夜行くと男のうなるような声が聞こえた等の話がある。心霊スポットファイル925。お線転がし。お線転がしとは千葉県勝浦市にある心霊スポット。豪族の一人娘のお線は年貢に苦しむ領民を見かねて父を説得するが父は聞き入れなかった。ある日父の殺害計画を領民が立てていることを知り自ら父の身代わりとなって断崖から投げ落とされた。翌朝お線のことを知った領民たちは悲嘆に暮れ地蔵尊を立てて供養したというのが名前の由来。他にも女性が強姦されて断崖から突き落とされるといった殺人事件が起きている。女性が連れていた3人の子供も一緒に突き落とされた。この事件が起きてから自殺者が増えたという、親子の霊が現れる。広場で写真を撮ると人骨や人影が映るという噂がある。心霊スポットファイル926。死人坂。死人坂とは千葉県流山市にある心霊スポット。地元の人の証言ではお盆の深夜に提灯を持ったボロボロのモンペ袴を着た何人もの幽霊が目撃されているという。この坂の上には墓地があり農民が亡くなると遺体を樽型の棺桶に入れて墓地まで運んでいたことがあるという。その農民たちが霊となって現れているのではないかと言われている。心霊スポットファイル927。東京ディズニーランド。東京ディズニーランドとは千葉県浦安市にある心霊スポット。スペースマウンテンでは女性の霊が出る。ホーンテッドマンションに事故で亡くなった作業員の霊が出る。ジャングルクルーズの近くにかすりの着物を着た老婆の霊が出る。が目が合ったカップルは別れるといった噂がある。心霊スポットファイル928。英国館。英国館とは千葉県千葉市にある心霊スポット。7階建ての天守閣を持った戦国時代の城のような大型廃墟。ビジネスホテル大楼と大人向けの店英国館が営業していたがバブル崩壊時期に売り上げが右肩下がりになり営業者が自殺。それを受け継いだ営業者も自殺した。さらにクビになった会社員がホテル大楼の4階で首吊り自殺をした。女性の胸部に強い手形の跡がついたり呼吸が苦しくなったりするという。スマホが圏外になったりオーブや自殺者の霊も映る。4階と6階で特に心霊現象が起こるという。心霊スポットファイル929。江原形状跡。江原形状跡とは千葉県佐倉市にある心霊スポット。佐倉藩が罪人の処刑を執行していた形状跡で別名八丁森。当時の罪人の格好をした幽霊が目撃されている。むごい拷問の末死んでいった人々がさらに人体実験に利用され体を切り刻まれたという噂もある。首洗い井戸が存在したらしいが今はない。心霊スポットファイル930。金の井大橋。金の井大橋とは千葉県野田市にある心霊スポット。この辺りで髪が長く年齢は10代後半の全裸もしくは下着姿の女性の霊がたびたび目撃されているという。
自殺志願者と見間違えた男性が警察に通報したことで騒動になり、新聞にも掲載されたという。心霊スポットファイル931。天使の森公園。天使の森公園とは千葉県佐倉市にある心霊スポット。火葬場跡に作られた公園。この火葬場では昔ある人を生きているのを気づかずに火葬してしまったという事件があったようだ。公園の森の中や沼付近で、生きてる。熱い。助けて、と手を伸ばしながら近づいてくるという、心霊スポットファイル932。八角湖。八角湖とは千葉県東金市にある心霊スポット。江戸時代には徳川家康が鷹狩りに訪れていたという場所。落ち武者の霊が出没する、不気味な声が聞こえるという噂がある。遊歩道が整備される前に子供が湖に転落して溺死している。雨が降る夜には子供の霊が目撃されている。心霊スポットファイル933。大房岬。大房岬とは千葉県南房総市にある心霊スポット。一角に要塞跡地があり、旧帝国陸軍が東京湾を敵軍から防衛するために設営された砲台施設であったようだ。兵隊の霊や防空頭巾をかぶった霊、自殺者の霊が多く目撃されている。また深い洞窟があり、その周辺が特に霊の目撃証言が多いようだ。心霊スポットファイル934。鶴舞第一隧道。鶴舞第一隧道とは千葉県市原市にある心霊スポット。夜にここを通ると手まりをつく少女の霊が現れる。少女と目が合うとスーッとものすごいスピードで追いかけてくる。追いつかれると背中にピタッとくっついて離れなくなってしまう。この場所に生きたまま埋められた少女の霊だと言われている。心霊スポットファイル935。ホテル亡羊。ホテル亡羊とは千葉県南房総市にある心霊スポット。巨大な廃墟ホテル。1980年代に閉鎖して2008年まで廃墟として存在していた。ホテルで謎の死を遂げた妊婦の霊、タクシーに乗り込んでくる親子連れの霊、ホテル内を血まみれの足が徘徊しているなどの噂があった。現在は解体されている、心霊スポットファイル936。ヨバツカ交差点。ヨバツカ交差点とは千葉県柏市にある心霊スポット。かつてこの地は霊園であったため火事故が頻繁に起こっている。事故を起こした人の多くが白い服を着た女性に気を取られていたら事故をしたと証言している。心霊スポットファイル937。マスオ城址公園。マスオ城址公園とは千葉県柏市にある心霊スポット。鎌倉時代から戦国時代にかけて築かれた城山の跡地。現在この城跡は整備されて公園になっている。武者の霊の目撃談もあるが、過去に数名の自殺者が出ており、変死体も発見されているためか自殺者の霊も出るらしい。心霊スポットファイル938。南止水のお化けトンネル。南止水のお化けトンネルとは千葉県佐倉市にある心霊スポット。南止水駅から徒歩30分ぐらいのところにある廃トンネル。廃道の先の沼で焼身自殺を遂げた老婆の霊が出るという噂がある。カメラが壊れる。スマホで写真を撮ったら顔が映った、声が聞こえたなどの怪奇現象も起きている。住所は佐倉市八木だが、最寄り駅が南止水のため南止水のトンネルと呼ばれている。テレビ番組でも取り上げられた。心霊スポットファイル939。七つ池公園。七つ池公園とは千葉県銚子市にある心霊スポット。公衆トイレ付近に老婆の霊が出ると言われている。トイレの向かいは駐車スペースがあり、駐車しようと車をバックさせた際、バックミラー越しに老婆の顔が浮かび上がったという。このトイレの近くで過去に老婆が焼身自殺するという事件があったそうだ。また近くの雑木林でも他殺死体が発見される事件があり、被害者の霊が彷徨っているという話もある。心霊スポットファイル940。加納山トンネル。加納山トンネルとは千葉県君津市にある心霊スポット。トンネルを通過中に足を引っ張られる、女性の霊が出没するといった噂がある。